異界域に迷い込んだ体験談。これはドラッグや病気による幻覚だと扱われるかもしれないが、実際に異空間に迷い込んだと思われる体験談である。就職活動で疲れ果てて横浜地下鉄で眠ってしまった際の出来事である。降りる予定だったのは中町台駅であったが、目覚めた時には終点であった。車掌に起こされ外に出ると驚くべきことに、夕方だったはずの空が真昼のように明るかった。その駅は白いドーム型で天窓があり、非常に近代的なホームであった。駅名はといった見知らぬ漢字の羅列であり、中国語のようにも見えた。周囲には灰色の影のような人々が立ち並んでいたが、どこか現実のものとは違う雰囲気が漂っていた。逆方向に乗り換えれば元の世界に戻れるだろうと考えたが、逆方向のホームに表示された駅名も全て見知らぬ文字であった。外に出てバスに乗れば帰れるかとも思ったが、恐怖心からその選択は避けた。代わりにエスカレーターを降りて駅の事務室を探そうとしたが、気づけば駅の外に立っていた。その外の世界は真冬であるにもかかわらず、太陽はやけに明るく、空はオレンジ色に染まっていた。パニックに陥った私はリクルートスーツのまま走り出した。走りながら携帯で自宅に電話をかけるも、この番号は間違っていますという音声が流れるのみであった。やがてバス停の横に腰を下ろし、カバンの中にあったメープル味のカロリーメイトを食べながら、就職活動がうまくいかない焦りと、この不可思議な状況に対する恐怖で涙が溢れてきた。1時間ほど経った頃、見知らぬ女性が大丈夫と声をかけてきた。私が泣きながら家に帰れないんですと訴えると、彼女は角を曲がって地下鉄に乗りなさい、走ってと言い、背中を叩かれた。その時彼女から一冊の雑誌を手渡された。その後私は彼女の言葉に従い改札を無視して地下鉄に飛び乗った。地下鉄は長いトンネルをひた走り、1時間ほど立ちっぱなしで祈り続けた。ラジオのノイズのような音が聞こえる中、得体の知れない言葉がアナウンスされ、再び涙がこぼれた。喉が渇いたと独り言をつぶやいた瞬間、急に次は中町台というアナウンスが流れた。駅に降り立つと、そこは紛れもなく中町台駅で、周囲は普通に日が暮れていた。最後にあの女性から渡された雑誌は、20年ほど前に販売されていたオリーブという普通の雑誌であったため、異空間の証拠としては何も残らなかったのが残念である。